山登りの時間だよ。山男が下にいるけど、そんなことは無視してさあやっていきましょう。前回パートでね、なんかあのげっそり痩せたリーダーさんがですね、あの俺はもう山登りで山にこもっちゃうべやーとかってなんか宣言されてらっしゃったんで、だったら私もあなたのこと追いかけるざますっていうところで、まずは波乗り乗りましょう。ぷか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 、あ、下の方もあったのか。まあ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 、いろいろ波乗りとかロッククライムとかで、あの、行けるようなところに関しては、あ、じゃあ間違えた、こっちじゃないですよ。で、に関しては、ですね、うん、まあ、裏の方でね、やっておこうかなと思います。はい。早速なんだけど、あれ、ちょっと待って、シルバースプレー、あ、だって、通り過ぎた。でもね、なんか虫除けスプレーでポケモン寄せ付けなくするっていうのは、なんかちょっとね、抵抗があるよね。あ、タウリン。タウリンは、やっぱ、まだいけるかな。ね、二頭筋に使っておきたいね。攻撃力を上げておきたいからさ。もう効いた、いけた。よかった。これ気をつけないと、一気にいっちゃうから。よし、OK。登ります。ゴツゴツ下岩を、ゴツゴツ山。それはマリオストーリーの第二ステージ。チャッチャカチャチャチャ出てこなかったです。切り払いいいかな。あ、いらなかった。よし、あー、なんかいろいろありますな。満タンの薬。ちなみに、ディアルガに出会うことができたら、もう秒で、ちょっと待って、力持ちじゃなくて、あ、そっか、オーピー、まあ、そっか、二刀流の方がいいか。あの、秒でね、あの、使います。マスターボール。もう、いろいろ。で、なんだっけ、あの、ユクシーと、エリオットがさ、なんか全国逃げ回るみたいなさ、やつでさ、逃げ回るポケモンだったら、さっさと使った方がいいんじゃないか説もあったりはするんだけど、まあね、ディアルガと戦ってさ、疲弊しちゃうよりは、もうさっさとなんか使ってしまった方がいいかなっていう僕の考えです。エリアと捕まえても、あの、戦力として使う予定もないからね。あ、ちなみに殿堂入り後はディアルガ普通に使っていこうと思ってますんで。はい。殿堂入りまではやっぱり自分のね、あの、力というか、あの、伝説に頼らないで、地域でゴリゴリってやったやつで、なんか一生懸命やっていきたいかなってことなんで。あれ？ね、もう、ちょっと待って、で、こっち進んでいって、こっちのお外、おとそは何がいいのかな？おとそ、207番ドゥーロー。あ、なるほどね。ここに出てくるのか。ちょっと。あー、これだけのためか。なるほどね。あー、でも、ブルームヘキシー、いいですね。じゃあ、早速、もう使えるやつに使っておこう。ブロムヘキシン。持っても効果がないよ。じゃあ、移動。こっちも薬中だな。よし、ブロムヘキシン。かっこいいよね。ヘキシン。ああ、使います。続けます。で、こっち進んでいく。早いよねー。で、これも気をつけていかないと、また下にぴょ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 落ちちゃうから。オッケー。そろそろ切り払いかな。うん、いらないみたい。なんもない。ありそうだけどね。意味深なところね。こっち、ら。なるほど。元気の塊。いいねー。しゃがみ方がかっこいい。でもここなんかまだありそうだよね。ありそうで、なかったわ。ごめん。俺の推理力ないわ。俺の推理、あ、なんだ。お嬢でのせい。ジャガイモ小僧、ジャリボーイをぶちのめして。ジャリボーイってさ、砂にさ、利益の利って書くじゃん。あれ、よく見たらサトシなんだよね。うん。だからよくできてるよねーって。ピッピルー。アゲハントがやりよる場合。風起こしとかされたらめんどくさいから言いつつ飛びます。ピューイーキラーン。超うまい。あー、なんだ、昔セミナーで流行ったやつか。ちょ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 。久保素早さ。で、さらにこういうギガドリン。当たりません。残念でした。俺も当たんねえのかよ。じゃあ、アクアテールでいいです。超のマイク。ちゃ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 。どうする？素早さが上がることによって、あんなことはなかった。素早さが上がることによって、なんかあの、
回避率も上がってんのかなとかって思ったけど、そういうことではないですね。でいい。いいかな。まあでもレベル40だったら、まあなかなかやるんじゃないですか。第2ステージのボスくらいまでだったら倒せるんじゃないですか。第3は俺もやられたからあれだったけどさ。えい、ついに来たな、俺の時代だって言って勘違いしてるバカ。ドゥーミラーか。ドゥーミラーは何ミラーでやるのがいいミラー。踊ってる。じゃあハイクルポン、ドロッドロにするポン、ドイヤー、ベベ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 ベ、痛い。じゃあ切り残るんか。ペキペキペキ。天然の盾、サウザンドシールドですね。なるほど。じゃあじゃれついてあげましょう。大手キッシュ。力持ちなめんな。チャイナラ。でもドーミラーかドータ君になってないってことはこれあれか？懐いてないってことか？あれドータ君はレベル進化だったっけ？懐き進化だったっけ？忘れちゃったな。お外に出たので、おお雪か。寒々しいですね。何も出てこない。じゃあ登りましょう。ノービーダルの出番です。ありがとう。これはいいです。こっち側に行った方がゴールなのか分かんない。あーなんかどこもゴールっぽい感じがしてきたけどな。ここには多分アイテムがあるはず。あ、ビッパにあれだ、塩かけて戻されたんだ。多分縮んじゃったのかもしれない。じゃあ右側行くか。こっちは後だった気がする。覚えてないんだな、もうな。見せ、原作と違うからこれは。あ、使います。あー、ここはまだ行けない場所か。滝登りだから最後のバッジを手に入れなきゃいけないですね。じゃあここまだだったわ。ここ手に入れたら何があるんだろうな。あの岩砕きをやった先に何かがありそうな、もうしなくもないけど。止まっていけ。ビーダルだとあれなのかな、捕まらない。あ、じゃあ、持ってないのかもしれないね。あ、金玉や。おじさんの金玉。おじさんの金玉があるだけか。なるほど、了解。脳をつけないと、とんでもないことになりそうだね。よし、じゃあこっち入っていきましょう。この先に何かが待っている。いやーマジでね、その野生のポケモンを使って秘伝技が出せるようになるっていうのは非常にありがたいというか、楽というか、もう便利というか。あ、いいです。何もないの。あー、洞窟の中なのに意外と視野が広いね。お前の時代を戻してやる。何、赤ちゃんでもされちゃうのかな。バーブーバーブービャブビャブー。頑張れ、ロックペイル。君の時代だ、ロックペイル。二頭筋、ムッキムッキ。踊ってんな。どうしよう。ハイドロポックからかな。当たらない。そりゃそっか、命中率80だもんな。そして威力も110まで格下げにされちゃってるからな。眠いんかい。じゃあアクアテイルでベッチンっていきましょうか。おしっぽの時間です。ありゃー、来たー。オッケー。じゃあで、ガーバーガーバーデッドバッチ。オッケー。じゃあスペー精神力クソソ下げられないのか。ケイ、ありゃー、ケイ。ちょっとずつね、地味に進めていくのがやっぱり非常に大事なんでございますよね。ケイ、じゃ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 ん。ケイ、ロックケイル、竹豊かでいこうか。なんで急に技の方。チョコレートはケーキ。
じゃあ、パイングラムかな。煉獄さんは食べた。あちゃー。ちょ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 弱いから逆らってんだけどね。あなたたち強さのかけらもないからね。ガンおなら、スカンスカンプーの口よく見たらあれだな、お尻探偵みたいなのかな。よし、じゃあ飛んでやろう。投薬力プイーン。でも多分足じゃなくて尻尾で飛んでる気がするんだよな。ルリリーとあもうそうだけどさ。いやーはや、だからおめえどうやってそれ毒毒当ててんのよ。しかもなんならおめえさんよ、そいつ命中率85とかだろ。まあいいや、こいつも85だから当たったらいいんだけどさ。いやー痛いよー、二頭筋頑張ったよー。ゆーらゆーらゆらるらりー、ちゃー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 、ハッピー見つけたー。ぐる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 、どっちっち、ちゅかまえた、パパ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 パー、むぎゅーむぎゅー、ハッピーピース。回れ回れ回れ。そういえば王ちゃんになってから全然いないいないバー見てないな。ひまちゃんの頃はね、子供と一緒に見たりとかしたんですけど、テレビ朝見てちゃうとね、どうしてもね、やっぱりね、保育園の出発時間が遅くなってってしまうからな。まあ、子供もワンワン見たいって言わなくなってたからな。2歳の頃とかずっとワンワン見たいとかなって、3歳4歳の頃からワンワン見たいって言わなくなってたもんな。まあ、あとね、本当に子供の子供のなんだろう、他の時間がかかりすぎて、こう簡単にねテレビを見せられるっていう余裕がちょっとなくなってしまったっていうのは正直ある。どこにでもあるな、落とし穴。落とし穴じゃねえ、落とし物。日本語がまともに喋れなくなる。もともと喋れてないからさ。あ、こっち側に出てくるね。なるほど、なるほど。こっち側は？あ、なんか、不服面ない。不思議な。本当に何でもあるね。びっくりするから何でもあるわ。よし、サメ肌。ロッククライム。かっこいいな。して、こっち側行って、本当に何でもあるね。びっくりするくらい本当に何でもある。こっちもある。さすがにないか。なんかあの、草むらがないところの間とかになんかアイテムとか落ちてそうな雰囲気があるもんね。こっちいいのか？これなんか進んでいかない？あ、進んでってるな。まあ、いっか。ゴリゴリに進んでるな。じゃあさっきのあそこの穴何なんだろう。まあ帰り道に寄っていこうか。あったなんかに舐められるとテンションが下がっちゃうのよって言ってるけど、まあ別にいいよ。なんかこういうさ感じの髪型をしてる芸能人の女性の方いたよね。誰好きだったかな。なんかキキキリンさんとかも一時こんな感じのなんか髪型されてた時あったけどね。この中でキキキリンのなんかこう記憶に残っている作品はあの菊次郎の作品なんですよね。あのビートたけしの幼少期を描いた作品、あれ好きだったな。2時間のスペシャルドラマ版も好きだったし、一時あの普通のドラマでやったもんね。あの陣内孝則さんとさ、あと何だったっけ、柴咲コウじゃなくて忘れちゃった、サキさんの役をやってた人の名前忘れちゃった。結構きつめの母ちゃんの役だもんね。しかもそれが二人とも合ってたんだよな。なりよこの野郎っていうあのその雰囲気がね、一時真似してたな。私をやらないでよ。大丈夫、あなたに興味はないので。はい、ということで壁に手をついてお尻を突き出してこっちを見る。そして一枚一枚脱いでいってください。お前一人追いかけてもどうすることもできないぞい。え、それはその下っ端トゥビラと似たようなポケモンばっかりで塗り固められてるな。無理っと力
方がないので、アッパーテープします。じゃあ、バカ力パンチじゃねえや。バカ力も覚えるって。バカ力を覚えるなら、ハイドロポンプか飛び跳ねるかどっちかを捨てるか。ハイドロップかなぁ。あ、バカ力言うてたら覚えたわ。そうだよね。じゃあ、ハイドロップいらないかな。うん。物理技で固めていきましょう。OK。で、次、ドッキリかな。ボールバットか。ボールバットだったら、じゃあ、ボムピーでいく。サイコ・キャニアシュしてシャイコ・ケニシス・ケネディ、ジョン・ F ・ケネディ、ロバート・ケネディ、大富豪でいきましょう。ロバート・ケネディは大富豪。ホーピー、チャ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 。サイコ・ケネス。間違えて使わないように気をつけましょう。チャ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 。いいねー。いや、癒しの波動。ほう。癒しの波動を飛ばして最大 HP の半分。相手の HP を変える。ね、これだから捕まえるときとかに、減らしすぎて、これ以上ちょっとどうにもならんわみたいなタイミングで使ったりとかしちゃうから。あー、なるほど。特攻ヒップ光合成とギガドレインだったらギガドレインで回復した方がな、相手もダメージ与えられるしな。まあちょっとギリギリの戦いになるかもしれないけど、特攻低くてびっくりした今。特攻が上がりにくい性格で手に入ったんだっけこいつ。やっぱますますハードプラグとか欲しくなるよね。いや、とりあえず家でいいかな。ちょ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 、もう下っ端お家に帰れば私がボロボロにしてあげるから。そうなんですよ、結構ねボロボロなんですよ、結構ボロボロなので、助けて助けて、だれかっていう状態なんだよな。戦えるかな、やばいな、ピンチなんだよな。どうすれば勝てると思います？とりあえず尻尾ブルブルする、ちょっといきましょうか。おーりゃっとプチッと、あれボロボロな私なんですけど、そんなボロボロなあなたよりもボロボロなあなたって、もう何ズタボロ？ドーミラーは燃やしましょう。ドーミラーは燃やしてなんぼのおでんに煮えろ。煮えなきゃダメ。チャ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 。パイング燃やします。もちろんですね。さよなら。OK。ニャルマン。このままいきましょう。ニャルマンで燃やそう。燃やしてなんぼの。おでんにそう。だから燃やすな。煮やすっちゅう。煮やすってなんだ。煮えたぎっていただかないとね。OK。ガー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 。OK。ちゃさすがにゴールだよな。まあ来た。これはあれか、ダブルバトルか。俺からすごいことが起こるらしい。邪魔をするなって言っても邪魔をするのだろう。二人がかりお前やっつけることにするのだ。二人がかりでやっつけるってなんかかわいそうだよな。結局ボコボコにされる運命だよな。いやー、なんか違うな。って言ったか、頑張ろうぜ。ポンポイン。じゃあ、ゲルタカはブルーコースの師匠。俺のことが大好きなんだな。ありがとうよ。じゃあ、まずは燃やしてくれ。あっちゃー、ゲルタカだったったったよいしょ、ポッポッ。なんか全然 A ボタン押しても反応してくれなかった。なーぜなーぜ。よし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 。さあ、最後のジムバッジ手に入れる前に全員がレベル50になったら嬉しいなって言ったけど、実現しますね。まず間違いなく実現するね。ちょ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 。じゃあこっちにはザレついておいて、そうか、毒タイプで強いんだっけ。
もうまあ いや、とりあえず燃やしましょう。あ、えらい。はい。ないけど、俺の勝ち。ティア。燃やす。じゃれついていきましょう。大好き。ボスから目線にじゃれつくんだもんな。反応がえぐったっす。ガダントの勝利。一番強いした、それが俺だったのに。ああ、なんか残念ですね。一番強いのでその程度か。先輩にやられるがいい。すごい立体感あるね。テンション上がるわ。テンション上がるんだけど、とりあえず回復薬使っておいてあげましょう。あ、じゃあ、傷薬。ああ、で今ドンパッチに使ったんだろう。どうしようかな、アルギリの戦闘とかにしよう。いや、モモピーかな。モモピーはなんか万能的に倒してくれそうだけど、モモピーだけはまだレベル50じゃん。よし、行くか。で、多分、ジュピターはライバルが倒してくれるんだろうな。今、すべてが終わり。そして、すべてが始まる。感情を殺したけど、中2からは脱出しきれてないやつだな、こいつ。この赤い鎖を使い、異次元の扉を開いてやる。そして、私のため、その力を使い。時間を操る神話のポケモン、ディアルギー。はっ。呪文、赤い鎖に繋がれて苦しそうですね。マスターボールで秒殺してあげるから覚悟なさい。ちゃん。これで全てが破壊され、全てがなくなり、争いの中のこの歪んでいく時間、私にしか止められない。あー、色鮮やか。でも赤と緑と青しかない原色ばっかり。俺が神話を生み出した神話に残っているポケモン、時間の化身、リアル。わーわーじゃなくてよかったね。今の世界を私が望む、究極の世界にするように、新しい世界を作り出す。そして私はその世界での神となる。なんでこう悪いやつが神様になりたいの。いや、今更逃げられてありえないでしょ。あーあーあー、すいませんすいません。じゃあ戦います。チュ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 、あ、チューチュー。そんなに急がないで。ボスと戦いたい気持ち、なんとなくわかるけど、先にあたしが相手させてもらうわ。あなたには今まで散々呼吸にされてきたしね。その次はあたし、当たったら強いかもしれない。あたしも本気出すよ。待てー、俺がいられる勝手に面白そうなこと始めるな。誰かとか、エッチな子でスケベじゃないですか。いいわよ、2対2で戦いましょう。ガチの通通、あ、ガチの通通なんだ。モーカザルでも出してくれるかな。フミラーとフミラー、あー、めんどくせー、めんどくせーってなった。ボンベ、お前やる気ある？全然やる気なさそう。冬、冬、めんどくさいな。ゴリオスか。あ、マジカルシャインいいね。ゴリオスか。パー。いやー、微妙だな。しかも光の壁特殊に強くなるんじゃなかったっけ、確か。ですよね。どっちも強くなるんかい。噛みつく。あー、まあ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 、あなたにしては優秀な技なんですか。しかも地味にレベルが1個高いからね。じゃあ、変えましょう。ジャイロボールとかしますか。でも、鋼タイプの技だったら、炎弱いから大丈夫かね。よいしょ。あ、なんだ。大丈夫、混乱する以前の問題。うん。もともとそんなに知能ないから、そいつ。安心して。神通力。一方的にボコボコ。いやー、さすが熱い脂肪があるのか、特殊防御も高いですね。チャンでおしまい。どうしようかな。さっき言ったか。じゃあ、燃やすか。素早さ上げとこうか。早いやつが出てきてもめんどくさいし。いやー。お、残酷な天使のテーゼ。そして素早さが上がっていく。あれー。ちゃ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 ん、神通力。どっちかな。あー、やっぱりね、弱い方から叩くというステオリーでございますね。
ジンスピリティは特殊効果他にないのか、お意外と賢いじゃないですか、もっとやられるのかなって。ここでゴンベのレベルがバババババンってなったら面白いけど、さすがにそうはイカの金玉ってそれつかたん。あれ早速ボス出てきたぞ、大丈夫か。チャ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 、ああもうボス出してきたんだこいつら。どうしよう、ちょっと遊ぶ。どっちの方があれなのかな、連敗賞的には。まあまあまあいいや、スカタンク試してみよう。煉獄おお来て燃えろ、そして火傷を置いたまえ。 100% 火傷だよね、だから爆裂パンチみたいに50の100。わおわお火炎放射、まさか俺あ違う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 、斜め向いてなかったけど、ゴンベボコボコせてたんだ本当にね。仕掛かりブリャップに当たらない、残念でした。じゃあ、あ、何？体力回復？それとも何？あのステータス回復？あー、体力めっちゃ回復しとるお盆のみ。いや、多分俺に向かってやってくるっていうのも予測できるから。残念でした。またのお越しをお待ちしております。これが戦略戦い方です。よく分かったかな？あー、こいつも戦略か。賢い。いない。もし穴を掘るお前がダメージ食らったら終わりだぜ。残念でしたね。うっしゃい。いやー、めちゃめちゃ食らう。よし、じゃあ、ブリャッとボコボコ説。あ、なるほど。リフレクター、まだあったな、そういえばな。じゃあ、インファイツ。あー、早い。先にやられた。いやー、なるほどね。豪華皿、早っ。捨て身でやるもんね。ぶっちゃけどうなんだろうな、体力削られる技を使うのとステータスが下がる技を使うのとだったらどっちかになる。この捨て身タックルといいファイトとかだったら例えばよ。いやーきついな、これゲップされたら終わるな多分。だって半分近く削られてるもんね、ここね。あーだよな、だよな、うんうんうん、仕方ない。これはなんか俺戦略とはこうやってやるもんなんですよとかって偉そうに言ってたけど、結局倒すことができてないっていう残念なお知らせなんだよな。まあ1体くらい倒してくれないと張り合いがないわ。じゃあとりあえず精神力ゴールバックなんか自分にとって必要な方をやってくれたってところなのかな。どうしようかな、最高フィニッシュかな、やっぱり。そうだね、効果なしだもん、頼む。つか、ああ、ありがとう。逆に引っ込めてくれたことの方が感謝だ。あの、逆に俺が攻撃しようと思ったグルバックをやられたとしても、問題ない。いやー、食らわねえなー。ということで、マーズさん終了のお知らせ。すん。じゃあ、マジカルシャインにしてあげてた。あ、でもマジカルシャインってあれか。毒タイプに効きにくいから、あんまり意味がないのか。オッケー、まあいいでしょう。じゃあサイコピ、あーでもサイコピネスあれか、あでもそっか、万に一つも倒せない可能性がある。じゃあサイコピネスちょっとやって、あんまり相性良くないですね。あでも倒せたんじゃないかこれ。あー無理か、それは無理だな。オッケー、タタタタン。とりあえず元気のかけらで回復させてあげないとかわいそうだ。じゃあやっておしまいだから、その間に元気のかけらで回復してもらいましょう。オッケー、チュルチュチュン、いい曲やりました。インファイト、毒は効果今一つだけど、悪がダメージ大きいから4倍のダメージになる。ごちそうさまです。1。貝殻の鈴。8分の1回復するやつですね。ドンパチ。まあ、俺の力を借りたからだね。うん。けど、ボスにはかなわない。それ誰が決めたの？俺が決めてやろうか。へっ！とはいえ、今は俺、これが限界だ。これ使ってやる。何使ったの？ロフトの服も回復してくれた。おいブルース、あとは任せるからな。やるだけやって帰るんだよな。あ、怒ってる。おお、リアルゲイ。
これは。ゲッツバークパークパークパーク。素晴らしい。美しい。まさに新しい銀河の宇宙の誕生だ。いいから早く戦おうぜ。だ。悲しいですって。あ。クシー。ヒッピアン。ヒーッつってる。エリウムエブリッド。僕のムール。知恵のトライフォースと勇気のトライフォースと力のトライフォースかな。あれ知識？何と何と何のトライフォースだったっけ？違う、トライフォースじゃない。忘れた。知恵？勇気？なんとか忘れちゃった。綺麗だ。エムリット。あ、どうも。頭のそこの眉間にあるルビーを外して私にください。赤い鎖か。それなぜ新宿のポケモンエムリットがお前のそばに現れる。いや、それよりもだ。金貨が。金貨が消えただと？ってことはお前たちのグループはただの団だ。この3匹もう一度捕らえ、赤い薬、その前にお前を叩き飲めそう。ただの腹いせですやん。近づいてきた。いやボスがボコボコにやられる瞬間を目の当たりにしなきゃいけないですね。君たちはかわいそうに。あ、なんか1匹増えてるよ。うんかです。ふい、元気のかけら使わなくてよかったじゃん。わあ、なんか俺もいらんことしてるわ。今気づいたわ。じゃあ40、ああなかなかやるじゃん。マジカルシャインハット。しまった、元気ある。まあいいや、経験値をもらえたからそれはそれでいいことにしておこう、うん、え、ボス、私たち一旦は耐えたわよ。もしかして弱いの、あなた。プロバットは、どこに。そうなんだよね、ダブルのめんどくさい点がね、ポケモンチェンジができないっていうところなんですよね。それさえできたらもうね、なんかローズだかマーズだかイーズだかブーツだかわかんないけど秒殺できるからね。ゴルバットってなんかこんなに体でかかったっけ。だからポケモン指人形のゴルバットの体はもうちょっとスタイリッシュだった気がするんだけど、まあ羽が4つに増えてるからまあ早いよねっていう話で、とりあえずスパーでもこっちの方がスパイスですよね。早いよな、そんな気がしてたよね。モンパッチー。はい、ボス、本当にボスなの。周りの ローズとジュピターが疑ってるぞ。大丈夫か。あ、2500も取れた。じゃあこのまま戦いましょう。ケンス、とりあえずなんかそれっぽいポケモン出していけば勝てるんじゃないかって思ってるかもしれないけど、そうはトイヤが戻さねえ。さあ行こうか。スパー自信、おお、やるじゃん。だが不死身です。半分も削ることができなかったですね。ボスいいぞって言ってるけど、あ、そりゃそうだよな、半分に威力して。あー、なるほど、うまいな。速度の身の焼き目が終わった。じゃあワイルドボルトでしょうか。ギャー、弾の実力はその程度なのか。ボルトチェンジありゃー、おしまい。やったね、経験値150億倍もらえるぞ。100なるな、150億倍ももらった。のパッチの元に戻る。でも素早さが高いんだよな。素早さ高いけど、よし、氷技の弱点を補うだけの技を持って、わずか身を持ってるから、いやいや、このままで大丈夫ですよ。ここまで私を追い込んだこと、それは認めてやろう。体力半分くらい削れたタイミングで言うセリフ、言わせてあげない。なぜならお前は秒で終わる。裏目返し 100% あったろう。やりよるかい。あ、さすがに格闘技のあれは防げるんだな。でも残念、攻撃力が高すぎるんですよ私の子。リーダー、ボス、赤木、てめえこの野郎って怒られてるから、多分今頃後ろに幹部たちに怒られてる。認めるか、神話の力を従えてるため我が物にしたというのに。8830円、ちゃんとお小遣いはくれると、ありがとう。お前にとって本当の究極とは何だ。本当に光り輝く大切なものを知っているのか。まあいい、私はいつか必ず
バミとなってみせる。そして記憶のものを自分のものとしてやる。何度でも言うぞお前、12秒から脱出しきれてないんだ。ああ進めないよと思ったら、怒っているのか悲しんでいるのか、ただ私にはブルーホースを待っているのに何を試そうというのか。行けいブルーホース、リアルガと向き合うのだ。そして心の声を敬意、その思いを確かめろ。進む赤い鎖で無理やり呼び出され、力を使わされたリアルガの暴走を止まる。なんだかそう思えるのだ。つくさっきスケベ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 さんだの、助けて。あいつらは大丈夫だって、私も同じよ。だから助けて。あっち行けい行けい帰りたーい。怖いよこいつ、怖いんだよこいつ。ポケモンはまあ減ってるよね。そうだよね、まあマスターボール秒殺使うんだけど、まあお楽しみはね、この先に取っておくということで使えません。はい、ということで、サムネの都合もありますんで、裏の話をするとね、一旦ここで区切りさせていただきたいと思います。ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回開始1分でディアルが捕まえるの巻きやってきたと思いますので、チャンネル登録ボタンを押してお待ちください。ではまたお会いしましょう。散らされるのだろう。バイバイ。